皆さんこんこにちは日本の大学全部行った男山内大二です東大推薦2021、えー、東京大学の推薦のですね合格者の出身高校が判明しまして週刊誌の「サンデー毎日」の3月7日号に全部掲載されているということでちょっとこれを読んだんですけれどもとても注目している学校が何校かありますので是非これを皆さんにご紹介したいと思います。えー、福井県立鶴ヶ高校 東大を受かっているんでですすけどもおめでとうございますこの敦賀高校というのは福井県の中でいわゆるトップ高校でではないんですね福井のトップの公立高校というのは福井市にある富士島高校越高校それから越前市の武雄高校というのがまあ福井県の御三家って言われていて優秀な中学生はそっちへ行ってしまうですから敦賀高校はそういうトップ校でないにもかかわらず東大に受かっているというのがですね で受かってるというかそもそも受験したことが素晴らしいんですね。そんなたくさん東大に入れる高校ではないです。でも、ぜひとも推薦に挑戦しようとして結果を出したということでとても注目しています。うちの高校はトップ高校じゃないから東大なんて受からないって思ってる人、あなたは受かる。なので、東大に入って当たり前っていう高校の人はまあ頑張ってください。でもそうじゃない人。 ぜひ推薦だったら僕私もいけるかもって希望を持ってほしいんですね、えー、次なる注目校清少海地高校どこだよとこれはあの鳥取県鳥取市にある私立の中学高校で歴史の浅い学校で今回がなんと開校以来初の東大合格者ですまだできて数年の新しい学校ですからこの清少海地高校がすごいのは生徒全員が 卒業論文を書くんですね。高校時代に探究的な学習を皆さんやってると思うんですけども、それを高校を卒業するときにまあ大学の卒業論文みたいな感じで、僕は私はこんな研究をやりましたっていうのをまあ論文を書いて発表をするということをやっています。そうしますと一人一人の高校生が僕は私はこんなことを頑張って研究したんだっていうのがしっかり持てますよね。そうすると東京大学をはじめ 自分が本当に行きたい大学に総合型選抜で挑戦しやすすい空気が生まれまれそしてしっかり今回結果を出したということでこの鳥取県の青少海地高校あまり全国的に知られている学校ではないんですが探究学習を総合型選抜に生かして、まあ、名門大学に合格するという点ではなかなかの実績があるので、まあ、私はとても注目しています。えー、次は N 高校今年も東大を受かりました すすごいですねなのでこれからは本当にネットの高校から総合型選抜で東大に受かる時代その通信高校だだから不利だと思わずにぜひ挑戦ししてほしいですねさてこれ以外の注目校が2つありまして東京大学の推薦は1高校から4人受験できるんですけどじゃあ4人受けたから全員合格というわけにはいきませんさすがに。で今回最も多いのが3人合格したところ。 そこが全国トップですよ、ね、推薦で東大に一番たくさん受かった高校っていうと皆さん東京や関西の名門の高校をイメージすると思うんですがなんと秋田高高校校と山形東高校なんですすよ、まあ、県立トップ高校ですでもこれで一つ分かったのが推薦っていうとそれはもうスポーツとかそういう人が行くもので。 みんな一般選抜で点数の競争で東大でも東北大でも行けよというのがおそらく昔の秋田高校や山形東高校だったんですねところが完全に流れが変わったんですねトップ県立高校がじゃんじゃん推薦で東大を目指すなんと三人受かっててこれは東京の名門校よりも多いんですよ流れは変わりましたなのでもし皆さんが通っている特に地方の人県立高校が あんまり推薦に力を入れてないっていう場合はぶっちゃけ塾を使ってくださいで自分が本当に入りたいのであれば推薦でトップ校に入れる地方も不利ではないということは敦賀や秋田高校が証明しているわけです。というのがこの2021年度のの東大の推薦入試でしたおそらくこれからは僕も私も一発逆転できるかもっていう受験生は増えると思います。でも 皆さん一人一人が自分だけの対策をしっかり立てて、ぜひ挑戦してほしいですね。頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタのラインにご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。相談や質問もラインで受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。